新移住者委員会 J ニックの高林美希です。月1回の割合でカナダ日系社会145年史を学ぶセミナーの今日は第8回目となります。 J ニック新移住者委員会は全カナダ日系人協会 NAJC の傘下に去年設置された戦後に日本から移民してきた人たちの集まりです。この会の目的は単に新移住者の間での相互理解とつながりを深めるだけではなく、すべての日系人同士の連携を強め、世代を超えて広く呼びかけて、より良い社会を築き上げるために力を合わせてやっていこうというところにあります。誰もが気軽に参加できる座談会や、日系史を振り返る歴史セミナー、遠隔介護ネットワーク、インターカルチャルマリッジ、シェアリングサークルなどの活動を通して日系コミュニティのつながりを強くしていこうと願って活動をしております。参加にあたってのお願いがあります。マイクはミュートでお願いいたします。ビデオカメラはできるだけオンでご参加ください。質問はなるべく簡潔にチャットボックスに入れてください。録画、録音、撮影はご遠慮ください。講師はいつものように元日系ボイス編集者コラムニストの田中裕介さんにお願いいたします。田中さんの約35分のお話の後、ゲストに J ニックインで戦後移住者人権活動家でおられます影真理子さんに約30分のプレゼンテーションをしていただきます。その後に質疑応答に移ります。まず、プレゼンテーションを始める前に、本日は J ニックインで歴史セミナーの翻訳を担当してくださっております、タウンソン・マチコさんからランドアクノレッジメントをしていただきます。マチコさんは佐賀県有田町出身、美術愛好家、有田焼愛好家、美術翻訳家でもあり、ビクトリア大学修士課程修了されております。それでは、まちこさん、お願いいたします。みきさん、ありがとうございました。ボブ・ボイヤー先生との思い出。有田焼をこよなく愛する美術愛好家の私ですが、絵付けの祖母から美術を勉強することは強く反対されました。が、しかし、夢は捨てられず、一念発起して、カナダ・リジャイナ大学へ留学します。かれこれ20年以上前の話です。私がボブ・ボイヤー先生と初めてお会いしたのは、そのリジャイナ大学で開講されていたインディアン・アート・ヒストリー100という美術史のクラスでした。リジャイナ大学内のサスカチュアン・インディアン・フェデレイティッド・カレッジ SIFC で、ボブ先生は教鞭をとっていらっしゃいました。そのクラスの中で先生がご自身の作品を生徒に見せてくださったことが一度だけあります。スライドに映し出されたのは大きな布のように見えました。そして生徒の一人がブランケット、毛布と言いました。なぜ毛布だと思ったかというと、ハドソンベイカンパニーの黄色と緑と赤とグレーのストライプが見えたからかもしれません。ある毛布にはその上から幾何学模様のカラフルな美しいデザインが施されていました。また他の毛布にはイギリスの国旗が描いてあり、赤い血のようなものがその国旗の下から滴っているのがわかりました。先生には、ブランケットシリーズ、またはブランケットステートメントと呼ばれるシリーズを制作されていた時期がありました。1983年から1995年にかけてです。この作品は、その名称の通り、コットンやフランネル素材のブランケットにアクリルなどの絵の具を使って制作されたものです。なぜ、ブランケットを使うようになったのでしょう。先生は何も説明はしてくれませんでした。そこで
自分で調べてみることにしました。今思えば、これがボブ先生の意図したことだったのでしょう。私は先住民を排除する目的で、ハドソンベイカンパニーがブランケットに先住民に免疫のないウイルスを忍ばせ、そのブランケットを贈り物としてプレゼントし、多くの先住民が亡くなったという歴史を知りました。そして、これが私が初めてカナダ先住民の歴史に触れた時でした。作品の内在する意味と残酷な歴史に衝撃を受けました。また、この作品制作以前、先生には中国と日本を訪れる機会があり、その際に布に文字が書かれているバーが弾幕を見て、絵もキャンバスに描かず布に描いていいんだと思ったそうです。私は先生の作品に強い興味を抱きました。その後、先生がメイティと呼ばれるヨーロッパ系白人とファーストネーション、フリーの根血であること。リジャイナ市にあるマッケンジー美術館での学芸員としての活動をされていたことを知りました。つまり、学内では教授、学外ではエルダー、そして美術館ではアドバイザーとして多くの生徒や若いアーティストの育成に力を注いでいらっしゃいました。美術館での先生の影響は大きかったのだと思います。私はマッケンジー美術館に通うことで多くの先住民の歴史を学びました。今でも覚えているのは子どもたちの写真とそこに添えられた番号です。レジデンシャルスクールに実際に通っていた子どもたちとその子どもに与えられた番号でした。名前で呼ばれることさえなかった子どもたち。その作品の前で息が詰まる思いをしました。そして、リジャイナ大学を出て20年経った今、私は Truth and Reconciliation Commission が立ち上がり、2015年の12月にファイナルレポートが提出され、6月21日が National Indigenous People's Day となった今のカナダに生きています。声を上げれば、私たちの未来は変わることが分かりました。でも逆を言えば、声を上げなければ何も変わらなかったのです。歴史が変わる。そのキーノートになった日系リドレス運動に関わった全ての人の行動力と忍耐力と執念に尊敬と感謝の念を感じるのです。以上です。ご清聴ありがとうございました。ミキさん、田中さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。もう大変素晴らしい、ランドアクナルジメントでした。彼女がね、タウンソン・マチコさんが、ロイ・キヨーカオタクだと、自称していらっしゃいまして、ね、論文も書いたことがあるということで、これはね、ぜひとも発表の場を作って、いただきたいと思います。2世ロイ・キヨーカは画家であり、カナダを代表する画家であり、詩人でもありますけれども、母親のライフストーリーを綴ったマザートークをカナダで出版しております。これは、カナダに渡った侍の娘という放題で、BC 州在住の、増谷松木さんが和訳していらっしゃいます。今回の日系史セミナーでは日系アートに関しては全く紹介できてないという弱みを自覚しております。ぜひとも若い人にですね、日系アートを紹介するオンラインイベントを企画していただきたいと思います。それでは入ります。米国では1988年日系リードレス、ほぼ同時期に米国、カナダで、成立。米国では、この写真にずらっとこう並んでいる人たちが日系2世の議員です。この2世議員たちが法案を提出して、すでに、88年の8月10日に
Civil Liberties Act として制定されていました。日経、失礼。日経賠償法と普通は呼ばれておりますけれども、この法案は前年9月にすで、に下院を通過し、そして、翌年の4月に上院を通過、そして8月の10日にレーガン大統領がサインをする、承認して法律として成立したということですけれども、ただ最後の段階でですね、大統領が拒否権を発令するという恐れもあったんです。以前に紹介した2世の言語学者サミュエル早川教授は、レーガン大統領が、カリフォルニアの知事、1967年から75年までですけども、その当時に、カリフォルニアの大学の学長として名前を売っております。その後共和党の上院議員になっていますけれども、早川は実は日系リードレス運動をに反対だったんです。シェイムだと、恥ずかしいことだと反対したのです。他にも真珠湾を忘れるなとリードレスに反対する人たちも多かったわけです。これに対して日系議員のダニエル・イノウェ、ノーマン・ミネタ、スパーク・松永などは法案番号を、あえて第442法案として提出したのです。これはね、非常に効果があったはずです。2世の第442部隊は米国では英雄として称えられていたからです。カナダでは日系人は1940年に徴兵の対象からも除外されていましたが、米国では日系市民は兵役の義務がありました。米国政府は2世の祖国である米国に忠誠を誓うなら戦場へ行けと迫る一方で、2世の親兄弟たちを敵国人として、いわば人質として拘束していたのです。1世の親たちが、我が子が米国兵として日本と戦うなど日本人の恥だと、親を裏切る気かと息子をなじりました。一方2世たちにとっては、米国で兵役に服さなければ自分の祖国を裏切ることになると、どちらを選んでもどちらかを裏切ることになると大変なジレンマに陥っていたのです。一転してカナダの場合、終戦間際になって英国から捕虜の尋問に通訳が必要だと要請があり、2世たちが応募してインテリジェンス、軍諜報部との通訳官になったのです。米国の2世兵士たちは Go for Broke と叫んで突撃したという伝説が残っていますけれども、Go for Broke とは日本語の一か八かとか、当たって砕けろという表現が近いと思います。米国史上最大の犠牲を払い、最も多くの勲章を受章した部隊とされています。ですから米国では2世ベテランたちがリードレス運動に立ち上がったとき、退役軍人会を含む200の団体が支援を表明しました。一方カナダの軍人会は日系リードレスには大反対でした。カナダと米国の状況は全く異なっていたのです。一点注目しておきたいのは、その9年前の1979年、当時のジミー・カーター大統領がですね、2世議員が提出した強制移動と収容に関する実態調査をするための委員会を設置するという法案を採択していることです。この時ですね、これによって全国規模のリードレス協議会が動き出していた。下地が十分にできていたと言えます。カナダではどうだったか。結論から先に言うと、米国での決定の6週間後、9月22日ですね、ブライアン・マルローニ首相が議会での審議を経ることなく、閣議令として日系カナダ人に対する謝罪と補償を発表しました。今日はリドレス運動の始まりから、終結までの過程を見ていきますけれども、まず、カナダと米国、もう戦後両方ともですね、両国で戦後すぐ
損失した財産に対する賠償を政府に求め始めています。この間の前回の復習になりますけれども、カナダでは戦時中から続く JCCD、 いわゆる2世デモクラシー委員会が新結成された NJCCA、 全国日系市民協会の中心的存在になり、1947年喫緊の課題を政府に提出しました。これに応えて政府は裁判官バードを委員長とする調査委員会バードコミッションを設置して、日系人が損失した金額を査定し賠償に応じたのです。ところがその提示された金額が適正価格の約10分の1程度でした。米国でも同程度の査定だったということです。驚いた NJCCA はこんな賠償には応じるべきではないという、反対声明 を発表しました。結果として申請した日系人は少なかったとされます。しかし中にはアルバータ在住の青木正義正義と書きます、青木正義という元バンクーバー日本語学校明和学園の元校長です。彼が農場を失った一世たちをこう組織して、保証金を申請し、土地を購入して、集団で購入して日系農民の再出発としたと、後に日系史に書いております。結果としてバード委員会による形ばかりの賠償が終わった後、日系社会は矛を収めたように自分たちの生活を立て直すことに邁進していきました。幸い1950年代はカナダが歴史上一番経済的に豊かだった時代です。戦争で生産力を失った欧州諸国がカナダから食料工業品を購入したからです。一方敗戦国日本は海外にいた350万人もの移住者だとか兵隊が帰国しました。途端に食料不足が極限に達してしまいました。北米民間人からの義援金やララ救援物資で何とか生き延びたのです。このララ物資というのはですね、Licensed Agencies for Relief in Asia、 アジア救済連盟、と訳されているようですけれども、この功績が大きかったです。主な物資は、脱脂粉乳に小麦粉でした。我々の世代はですね、学校の給食で、脱脂粉乳なんかを食べさせられました。あのミルクやコッペパンの味がそれです。トロントの JCCA 日系市民協会の一斉部が出した35年誌にはララに協力して古着を集めたり募金したことが報告されています。まだ日系人の住所録もですね、トロントの住所録もなかった頃で、人づてに聞いて日系家庭を見つけては一軒ずつ訪ねて、寄付を募ったと書かれています。でも一世たちは、まあ、戦後リロケーションで移ってきたばかりですからね、うちは寄付どころではありませんと、子供たちが働いているおかげで何とかやっているのですと言いながらも50セント効果を差し出してくれたとエピソードが書かれてあります。この北米から東南アジア諸国への援助は1946年から52年まで続きました。そして60年代社会が大きく変化してきます。ピアソン首相が ロイヤルコミッション国立二言語二文化委員会を発足させて、今日のマルティカルチャリズムに発展していったのですが、これ以降この時からですね、多くの移民史
民族集団に関する研究が始まりました。この背景にあったのは、ケベック州の Quiet Revolution、静かな革命です。1968年にはカナダは公用語を2つ持つ国になりました。一方、静かな革命はどんどん騒がしくなり、FLQ、ケベック解放前線が1970年にケベックの外務大臣を誘拐して殺害したんです。これがいわゆるオクトーバークライシス10月危機と呼ばれている事件です。ピエール・トルドー首相は日系人に対して行ったようにウォーメジャーアクト、戦時措置法を適用して制圧に乗り出しました。お分かりのように、アメリカの人種のるつぼに対してカナダはモザイク、まあ言うならばピースの四つ集めという、で構成される多文化主義を標榜していますけれども、ケベック州の存在がこの決定的な要因になったということをですね、忘れない方がいいと思います。この写真は、ピアーソン首相が日系文化会館、トロント日系文化会館のオープニング、1964年ですね、に来た時の写真です。ここに若い頃のレイモンド森山、この設計者です。アーキテクト、レイマンド・モリアマンを映っていますけど、この後ろにある建物が今取り壊すの反対だというふうに問題になっている場所です。1960年代に入ります。ちょっとアメリカを見てみますと、米国社会も大きく変容します。その決定的な要因は、アフロアメリカン、つまり黒人たちのパワーでした。黒人たちはシビルライツ、市民の権利として差別反対を訴え、転じて Black is beautiful という新しい概念を白人主流社会に突きつけていきました。1960年代、日本も含めて規制の価値観が問われた時代です。それは Human rights、人間としての権利という概念を明確にしていきました。人権とは結局弱者の側に立って何が正義であるかを判断することだと思います。かいつまんでその流れだけをなぞってみます。50年代ケベック州で静かな革命が進んでいた頃、米国ではシビルライツムーブメント、公民権運動が巻き起こり、1964年にシビルライツアクトとなって結実します。この時黒人の投票権が確立されたのです。その始まりは1957年アーカンソーリトルロックでの、人種隔離セグリゲーションと言われてますけど、その、セグリゲーションに対する反対運動でした。これが発展してキリスト教の側からこのキングマーティン・ルーサー・キング牧師が登場して差別撤廃を求める大きなうねりとなりました。この動きにこうして、今度はモスリムの側からマルコム X が登場しました。賛同した人が多い一方、抵抗も激しく、2人は60年代中期には相次いで凶弾に倒れました。マルコム X の根拠地ニューヨーク市ハーレム地区には日系2世の活動家ユリ・コーチヤマが住んでいました。彼女は戦時中には、キリスト教徒として強制収容所で医療法師、をした人ですが、60年代の一時期マルコム X を信奉して、モスリムに改宗するところまで至っています。中澤真由美著、日系2世にニューヨークハーレムに生きるユリ・コーチヤマ、この本によりますと、
マルコの X の武力闘争を支持して、ユリは自ら訓練を受けていたと言います。中澤さんによると、彼女はニューヨークのユリの家に居候してインタビューを重ねたそうです。ユリと夫のビル、コーチ山、彼は元第442部隊の兵士でしたけれども、この2人は後にリドレス運動に参加していきます。米国とカナダで共通していたこともあります。それは60年代に入って2世の親たちが3世にですね、子供たちに強制収容体験を少しずつ語り始めたということです。義憤を感じた3世は成長して弁護士となり、マイノリティの人権問題と取り組むようになりました。カナダではマリカ・オマツ、シン・イマイ、彼はネイティブ、先住民の、訴訟問題だとかなんとかで非常に活躍した人ですけども、していますけれども、もう一人、カサンドラ・小林などの三世弁護士たちがリドレス運動の中核になっていきます。70年代、カナダでも米国の動きに応じて、こうしてアジア系カナダ人という新しい概念形成がなされました。まず、三世たちが作ったこの虎という雑誌があります。続いて、日系人が中国系と一緒に編集した立花、6つの花ですね、がありました。また、中国系が中心となって、三世 のカナダ人の桃江杉間などと一緒に作ったエイシアネイリアンという雑誌もありました。こういった文化運動が展開されたわけです。これが人権問題を考える下地を作ったのだと思います。この表紙、虎の表紙、このタイトルは非常に言われがあって、中国の故事に虎は一日千里を行き、千里を戻ってくるという、その故事から来ているんだそうです。つまり三世たちにとっての、言うならば日本に対する思いがそこに込められているのだと僕は解釈しております。カナダでのリドレス運動の年表、ちょっと一覧の動きをですね、ここに挙げてみました。この72年の日系文芸誌虎の発行、それから次に、アジア系カナダ人が共同で出した立花、1977年、ここで日系100年祭があります。そしてトロントでは、日系カナダ人の若者会議、ユースコンフェレンスがありました。と同時に、同じ年、トロントでは相談会が発足して、これが後の NIJC のコアとなります。そして先ほど申し上げたように、1979年、ジミー・カーター大統領がリドレス調査委員会を設置させます。そして1980年、NJCCA、カナダの方です。全国市民協会が、日系市民協会が NAJC、前回日系人協会に名称を変更します。そして初代会長にゴードン・カドタが就任しました。本部をバンクーバーに、トロントからバンクーバーに移動します。NAJC の下部委員会として、全国リドレス委員会を設置し、その会長に領事今井ですね。この人はトロントのナショナルの日系市民協会の会長でしたけれども、彼が就任しております。1982年、カナダの自由党議員が500万ドルのコミュニティ基金設立の案を考えているという噂が流れます。1983年9月、ジョージ・イマイ会長、全国日系市民協会の会長が総会を開きますけれども、
それが非常に紛糾するという事件になります。これ以後、NAJSE がリードレス運動の中心になっていきました。そして1984年、アート・ミキが第2代の NAJSE 会長に就任。87年9月17日、米国で日経買収法が会員通過します。そして10月には今度はトロントで、ソリダリティ・フォー・リドレスという、全国から21の民族団体が集結した、集会が開かれます。これ、NAJSE に対するソリダリティ、連帯が表明されたのです。そして1988年、翌年4月の14日、カナダではオタワラリーと呼ばれている、連邦議会会場に日系人500人が集まりました。そして4月20日、米国の上院が日系賠償法を承認します。8月の10日、レーガン大統領が署名して日系賠償法が制定されます。その6週間後、マルローニ首相がリドレス合意を閣議決定するという運びになっています。まず、1977年が非常に大きな、カナダにとって非常に大きな年になりますけども、日系100年祭がありました。これを半年をかけてカナダ各地で繰り広げたということです。Dreams of Riches というこの本、写真集ですね。千金の夢というバンクーバーでの日系100年祭の写真集には当時の熱気が感じ取れます。日系社会はこの大掛かりなイベントをジャパニーズカナディアンセンテニアルソサイティを設置して取り組みましたが、そこに集まった3世たちがその後リドレス運動に参加していきました。ですからこれが非常に大きな力、惰性、モメンタムになっていくわけです。ただ戦後移住者に関して言うとカナダでトロントで加わった人はごく少数です。限られていました。バンクーバーでは隣組の活動を通じて、山城武雄さんなどを筆頭に戦後移住者と3世が一体になってコミュニティ活動として展開していたのです。後でゲストとして出てきます、影真理子さんのお父さんでいらっしゃる、移住者の影達夫さんは、この77年、移住者の会を主催して、コミュニティの創生、人権運動の活動を続けました。リドレス運動を見るとき、この日系百年祭がその起点となったことがわかります。また、1977年には、カナダ政府の財務省副大臣、トム・ショーヤマを基調報告者として、大規模な日系若者会議がトロント JCCC の主催で開催されました。この後、米国でのリドレス運動の動きを受けて、カナダでも賛成弁護士たちが、当時はトロントスターの編集者だった2世のフランク・モリツなどと一緒に相談会運動を展開して、運動の裾野を広げていきました。1980年に NJCCA、全国日系市民協会は、NAJSE、全華日系カナダ人協会に名称を変えました。各市の JCCA は NAJSE の参加団体に収まっていきます。そしてそのまま活動を続けてきましたけれども、トロントの場合は、この名称変更が起こした混乱がずっと尾を引いてしまったのです。トロント JCCA は NAJSE トロント支部となったはずですが、
その会長だったジョージ・今井と彼の、まあ言うならば取り巻きである今井グループとか仕方がない派と呼ばれる人たちがそのまま JCCA を名乗って裏で政府と交渉を続行し、運動体にねじれが生じたのです。1983年9月、トロントのホテルで開かれた、レイバーデーコンフェレンスは紛糾しました。カナディアンセンティニアルプロジェクト、リドレスコミティと呼ばれる日系100年祭、リドレス委員会のスポークスパーソンのジョージ・イマイが、全国から集まった、ラディカル派の若者たちが乗り込んできて、快速を無視したやり方で会議を乗っ取ったと、その時ですね、その会場でその会議の途中で辞意を表明して立ち去りました。ところがその後前言を翻して日系社会の代表として彼は相変わらず政府との交渉を続けたのです。リドレス運動に歴史的また思想的な裏付けを与えたのがこの弁護士アン・スナハラが書いたが1981年に書いた The Politics of Racism です。これは政府の公文書を駆使して日系人に対する一連の政策がいかに人種差別意識に、突き動かされたものであったかを証明してくれたものです。この英語版は、ネットで読むことができます。また和訳をですね、この我々のジェニックの委員の大木隆さんが完成させてくれました。非常に精緻な和訳だと思います。アン・スナハラはオタワ在住ですけれども、今日 LA を担当してくれた、タウンソンさん、マチコさん、タウンソン・マチコさんもオタワ在住で、アンが集会に出てきて発言したところに居合わせたそうです。マチコさんからのメールにこうありました。カッコ、カナダカールトン大学で開催された2世アーティストノーマン・竹内氏のギャラリートークの際に氏に対してこんな質問が投げかけられました。日系人のリドレス運動がファーストネーションたちの運動の引き金になり、今では収拾がつかないことになっている。リドレス運動は 何のために必要だったのかというものです。私はこの時代にまだこんなとんでもない質問をする人がいるのかと目を丸くしました。ギャラリーもシーンと静まり返りました。すると一人の女性が手を挙げてスッと立ち上がりました。そしてこう言い切りました。リドレス運動はファーストネーションや他の周辺化された、つまりペリフェラーですね、周辺化されたグループに声を上げ続けることの大切さを示し、基本的方針キーノートをしました。それ一つとっても日系人のリドレス運動はいかにカナダ市において重要で大切な出来事であったかがわかりますと言ったのです。この女性こそ Politics Racism の著者アン・スナハラ氏でした。またリードレス運動を通詞として要約し、個人的なナラティブ物語としたのが、同じく交渉委員だったマリコ・オマツ書の著、ビタースイートパーセージです。英語版が1992年に、刊行されました。ご覧のように日本語版もありますけれども絶版になっております。図書館でしか読めなくなっております。でも僕は持ってますので読みたい人はどうぞ連絡ください。3世のマリカが父が亡くなった後引き出しに残されていた古い外国人登録書を発見したんです。
その後、弁護士となったマリカは NHS に交渉委員となり、政府と交渉してリードレス合意にたどり着いた、その過程が書かれてあります。僕としてはですね、この本の和訳を通じて、日経史全体を見渡すことができるようになったと感謝しております。リードレス運動の過程を、また写真をふんだんに使ってリードレス合意までの日経史を通覧したのが、このリードレス交渉員だったロイ・ミキと、それからカサンドラ・小林、彼女は弁護士ですけども、この2人が書いた、編纂したといった本やな、た本です。無駄なく非常によく編集された本です。また、BC 州内陸の収容所を地図上で網羅してくれた貴重な本です。リードレス運動の過程を NAJC、非常に問題があったんですね、支部です。NAJC トロント支部の委員たちが一人一人の証言集として編纂したのが、この2000年に出版されたリードレストロントストーリーです。これもネット上で読むことができます。そして2004年、リードレスから15年を経過して、その間に発掘された日系人の日記だとか、それから政府公文書、新聞や日系機関紙の記事などを重要に駆使して書かれたのが、このロイ・ミキ著、リードレスです。上記のリストの中で一番後に書かれたのがこの本です。資料の豊富さでは群を抜いています。写真はロイ・ミキと、この写真ですね。ロイ・ミキと、元民主党の党首だったエド・ブロードベントです。NDP はその前身の CCF の時代から人種差別反対を訴えて日系社会を絶えず支援してきた政党です。そして最後に言及しなければならないのが、このNHS に最後まで抵抗して、ジョージ・イマイを支持する姿勢を崩さなかったカナダ・タイムズという日経紙ですけども、その編集長のハリー・クニオ・タバが書いた威厳と誇りを持ってです。この本に通底しているのは、リードレスの目的はあくまでも絶対に個人保障ではないと、頑強に突っぱねる姿勢です。JCCA 一斉部の思いとしては、今更個人保障などいらぬ、誇り高き日本人として物乞いをするような真似はしたくない、そんなことをしたらまた差別の対象になりかねないという誇りと威厳でした。一箇所だけ紹介しておきます。1983年一斉の声を聞く会で出された一斉の人権を踏みにじるような発言が賛成から出たのです。それは、あなたたちは余命いくばくもない過去の人たちだ、保障問題は我々将来の人たちの問題だという暴言となって現れたそうです。同席していたオールド二世のフランク小田は、君たちは一世を侮辱する気か、今の発言は絶対に許せないと激怒する場面あったと書かれています。この暴言を口にしたのが、相談会の代表とされていますけれども、もしですね、もしこの人が教育者だとすればですね、いかにも稚拙な表現だなと思います。謝罪して撤回すべきだと、すべき発言だと思います。そして、こう言い直すべきだったと思います。つまり、
NHS が要求する個人保障は、過去の損失や精神的ダメージに対する保障だけではないと。これは未来に向けた、もうあの間違いは犯しませんという約束であり、謝罪の形であると。と言い換えればですね、保障の意味が明確になった、なってきます。もう一つ、重要なことは、この保障を受け取る側、つまり日系人もカナダ市民として人種差別が起きないように政府と社会を監視する責任が生じるという解釈になります。さて、その責任を NHS を代表者とする日系社会は、過去30数年間果たしてきたかどうか、その話は9回目、10回目に譲ることにします。最後に、今年からですね、今年から3年後の2027年には、日系社会は150周年を迎えます。上に挙げた4冊の本で、ロイ・ミキ著、リードレス、そしてトロント NHS 編纂によるトロントストーリーには、まだ、和訳版がありません。もし若い人を中心に、和訳するプロジェクトを組むことができたら素晴らしいことだと思います。以上、私の話は終わります。ミキさん、ゲストの紹介をお願いします。はい、ありがとうございます。はい、田中さん、今日も大変興味深いお話をありがとうございました。本日のゲストは、BC 州リルウェット在住の影真理子さんです。真理子さんは1961年東京生まれで、14歳で家族とバンクーバーへ移住。以後、コミュニティワーカーとして日系社会と関わり続けてこられております。日系コミュニティで人権活動を長年されてこられた真理子さんのお父様、故影達夫さんの多様な活動を振り返りながら、真理子さんにプレゼンテーションをしていただきます。真理子さん、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。影真理子です。よろしくお願いします。ですね、どうしますか。父、影達夫は、1995年に栃木県で生まれて、東京で育ちました。戦争中は疎開生活を経て、誰でもそうだったように軍国少年だったようですが、日本が敗戦した途端に社会がガラッと変わってしまい、学校で渡された教科書が至るところ黒く塗りつぶされていたことが非常に印象的だったようです。昨日まで、中君愛国を教えていた教師が突然民主主義を教え始めたということですから、子供ながらに、当惑したそうです。父は東京大学に入り、その後、修士課程が終わってから大学ドイツに留学しています。近代西洋史を研究しましたが、その動機も、これは後になって私が、父にこう落ち着いてですね、なんでこんなにヒットラーだとかファシズムとかこんな本ばっかりあるの、どうしてっていうことを子供ながらに聞いたことがあって、それで父からやっと最初は、さあねって返事してくれないんですね。でとうとうやはり父の説明によりますと、結局、ドイツと日本が連合国であったので、日本もナチスのような政権になり得る可能性があるのだろうかっていうことが非常に興味持ち、探りたいと思ったからだったそうなんですね。やっぱりなぜドイツ国民がヒトラーの独裁下で、わずか10年ほどの間にファシズムに毒されていったのか。そのようなことで、本を書いたり、ドイツ語の本を訳したりとかってことを、仕事としていました。つまり、
いかに人間が支配者のプロパガンダによって簡単に洗脳されてしまうのかという社会の現実も、父は認識していたと言えます。60年代に明治学院大学で、教えていた時代に、その前にちょっと先ほどの紹介にありました、私実は父がドイツで留学している時に私と妹がドイツのチュービンゲンという大学の町で生まれています。祖父が危篤になってしまったので、それがきっかけで、ドイツでの留学生活そして勉強はもう中断ということで日本に一家で、戻ってきまして、そして一人残された祖母ですね、長男でしたので、東京の家に12年間家族で暮らしていたわけです。でその頃もやはり、父は明治学院大学で教えていた時代なんですけれども、ご存知のように巻き込まれた学生運動の嵐に対しても実は父も実は生徒側にも教員や大学側にもつかずに非常にやはり注意深く接したようで、黒板にはその代わり影のバカと書かれるよなど大学当局と学生たちの間に挟まれてとても難しい立場に追い込まれていたようです。でちょっとまた遡って、父と母が英語教師の仕事をしながら9ヶ月間ほど1958年頃ですけれども日本に、滞在中に知り合ったんですね。でその時に母は英語を教えていた頃に、私の祖父は西洋文化に大変興味を持っていて英語が堪能だったので、祖父の、経営していた影住宅研究所の自分の、従業員スタッフ一同にどうしても英語を教えなければという意味で、津田英語学校で教えていた そこに、足を運ばせ英語教師を求めているというところで母が、それがきっかけで私の祖父の仕事場で英語を教えることになったんですね。でその時にパッチャ、お前も一緒に来て英語を勉強しなさいっていうふうに父はタツオという名前なんですけど、まだ18歳の父がその時19歳の母に初めてそれがきっかけで出会った。で母がカナダに帰国後も、文通は数年間続けていましたが、結局1960年に母は父を追ってドイツに落ち合いまして、そこで結婚し父が去る去年でしたけれども68年の、お付き合いですね、結婚生活62年、という両親の、歴史なんですけど、そうですね、それからドイツを引き上げて12年間東京で家族で 6人で過ごしましたが、1975年、でここから、ちょっとスライドショーを紹介させていただき、スライドを紹介させていただきますけれども、父が、バンクーバーに来まして、どのようにして地域活動に加わったということを少しお話したいんですけれども、しかし、バンクーバーに来て間もなく落ち着くまでの数年間は父も本当ドイツ語が主だったので、移住する1年前ですね、ですからまだ私が小学校6年生の時ですから、1年間は夜間学校で通訳の勉強も夜遅くまで父が平日日中の仕事を持ちながら本当になんかすごい一生懸命勉強して通ってるというのを子供ながらに覚えてます。で、やはり日本語のアクセントを持つ英語でしたので、それも多分
ね、70年代ですからあったんだと思うんですね。大学での仕事ももちろん見つからないし、西洋近代西洋史というちょっと特殊な部門で ありましたから、最初の数年間はうちの母親もすごい節約っていうのかな、粉ミルクなんかうちで自宅で飲んでたのを覚えてます。で、まあ、その失業っていうか仕事がない時期を経まして、まあ、その間も本は書いていったようなんですけれども、少しずつやっぱり日系2世とか3世たち の活動にお尻加わっていったわけなんですね。ではここでちょっとスクリーンシェアをさせていただきます。ちょうど日系100年祭の時期だったんですね、1976年。本当に私たちが家族で移住して、もうその間もなかった頃なんですけれども、移住して2年後の1977年にはバンクーバー移住者の会を父は立ち上げました。そしてそこでまあ、いろいろと、それから隣組、ね、先ほども話がありました、隣組などのにも足を運ばせ、ここで働いておられる多くの日系の2世、3世の方たちのとの関わり合いがやはりきっかけになり、そして各地の日系人、たちのがお互いに連絡を取り合って、一つの、エスニックコミュニティとして存在を認識するようになった、まあ、そういう画期的な、頃だったんですけれども、そこで知り合った日系人の方たちとリデロス運動に関わるようになったのです。で、ここで一つ私が、指摘したいのは、やはり、隣組のように一世のね、結局、日本語を主に話す日本人のね、高齢者の方々、一世の方々。もちろんそこには、収容所の経験をなさった方が多かったと思うんですけれども。と、そして、片や、ほとんど日本語はもう話せない、もう片言、ね、くらいしか話せない日系人の3世、4世、方々。で、そこで、やはり父は、まず移住者の会を、立ち上げましたけれども、同時に、架け橋、日系社会、日系人の、コミュニティと、それから、移住者や、それから、高齢者の方、一世の方との、まあ、架け橋のような役割を、こなしていたと思います。特に隣組では、隣組の会長も長年、務めて、関わっていました。隣の山城武雄さんとも非常に親しく、お付き合いさせていただいてました。ですね。そして、次。そしてから、モザイクという、ちょうど、移住者のサービスですね。の、仕事に、そこで日本語の、まあ、カルチャーワーカー、またサービスを提供する、まあ、通訳も兼ね、いろいろな、まあ、法的な問題に関わったり、または結婚届だとか離婚届だとか、そういうことの手続きをしなくちゃいけない移住者の方々のお手伝いとか、そういうようなことをモザイクを通して、数年働いていました。で、その方や、もちろん新移住者の会で知り合った多くの移住者の方たちと、その頃ちょうどね、パブレ祭、が盛んに、その頃ちょうど始まり、ね、毎年夏に始まったわけですけども、それに備えて移住者のメンバーが、寸劇をね、みんなで、白鵬を書いて、劇をやろうっていうこと、そういうことも、父がやっていて、ある時私の妹もなんか、ワンダーウーマンかなんかに、引きずられて、なるように、そしてお父さんもウルトラマンの、タケさんはスーパーマンかな。で、タイツとか、なんかこう、あれ、ケープですか、そういうのを、
つけている土をなんか今でも覚えてるんですけど、なんかなかなかお父さんもやるなって今から思うと、そんな思い出がありますまあそんな移住者の会の方々とのお付き合いで、ですがそこでもちろんリドレスの、運動に関わり、そして、まあ、通訳翻訳、そういうようなことも少しずついろいろな、そういうロイ・ミキやアート・ミキなどの、活動家との、付き合いも始まり、それがきっかけで父がやはり翻訳家であり通訳家、そして日本でも一応大学教授していたということで、BC 州の政府に雇われてコーディネーターとしてのリドレスの説明会だとか、それから、後にはこれはカナダバンクーバーでの説明会の写真、これは父が撮った写真ですけれども、まあ、この時も日本語と英語で父がいろいろとコミュニティの説明に関わりました。そして政府に雇われて、BC 州一帯の日系人だけでなくて、日本に追放されてしまった、日系人、カナダ市民でありながら、ほとんど日本語も話さない2世の時代のそういう方々が日本に追放されたことなわけですけど、その方たちをにもこの保障問題のことをやはり説明会をするということで、このリドレスの、保障実行委員会のに派遣されて、他にもこれは田中さん名前はわかりますか？これ直美さんも確かにおっしゃってて、一番右が影さんでしょ、それからアート2期、はいはい、次女性わかんない、これか、それから真ん中の、ね、白人の女性がね、アン・スコットンというね、政府の、マルチカジュアリズム の、 です交換です、うん、次がオタワ の、 インプロメンテーションの委員会にいた、ロイ・カワモトです。次の女性、この人わからない、白人の女性、そしてハリさん、ハリ・ヨネクラさん、トロントのハリ・ヨネクラさんです、はい、で一堂で日本に向かい、そして本州、ね、関東、関西、そしてもっと北の東北、そして四国、まあ、方々、まあ、10カ所ぐらいで説明会を開いてます。でその時に、実はそういう説明会を開いていた時に、まあその頃ですから戦後のその、追放された方々は4000人いましたけれども、父が関わっても、もうね、戦後、もう、40年経ってるわけですから、まあ、400人ぐらいだったと思うんですけれども、登録されていた人数は、そのうちの、まあ、23人ぐらいの方々で、だと、まあ、出会いが、を通して、その、皆さんのそういう話が、こう、を聞くことになったんですね。やっぱりそういう書類を、書き込んだりするお手伝いをしながら、そういう、2世の、日系人の方々が、やっぱり話を聞いてもらえる人が、初めてに出会ったということで、そういう話を聞きながら、やっぱりそれに、父もやっぱり非常に、心を打たれまして、それから10年間、父は、の23人の、追放罪で日系人の方たちとの通信を、ファックス、手紙などを通して続けました。で、その結果が、後で紹介します、日系人の追放という本になったわけなんですけれども、
まあ、それはまた後で紹介いたしますが、ちょうどこの同じ頃ですね、1989年、モザイクの仕事はそこで一旦取りやめになりまして、政府と働いて、政府のために1年余り働いた後で、ちょうどその頃に、人権委員会 JCCA の人権委員会の、を立ち上げで、この立ち上げメンバーの中には、皆さんご存知の方は、ジュディ・ハナザンさんはこの方も、ソーシャルワーカーの方ですね、キム・タマヨセ、そして母のディアン・カゲ、母は日本でもソーシャルワーカーとして仕事していましたので、非常にやっぱり人権問題だとか社会問題には興味を持って、常々父とは、話し合ったりしていて、一緒に人権委員会を他の方々、小早川さんや行場さんと、人権委員会を始めたわけです。そして、これがその当時の、人権委員会のロゴですが、その頃、やはり日系人の、先ほどの田中さんのお話にもありましたけども、日系人のリテラシー問題の時に先住民の方々も非常に動揺してサポートがあったわけなんですね。それで、リテラシーの一応保障が一段落した暁に、人権委員会としてもやっぱり他の少数民族の方々の援助にも当たったわけです。これが父が言いますけれども、結局先住民の方々とも手を組んで、そして BCC の政府にやっぱり圧力をかけているわけですね。手紙を書いたりとか、会議を開いたり、そしてその時代を経て、その頃ですね、ちょうど、まずこれは1993年、父は、ヴィエナの、World Peace Forum ですね、平和会議に参加しています。その時に、父は、慰安婦の韓国や中国やインドネシアから来られた日本の占領軍の下で、慰安婦として、犠牲になっていた女性の、方々の証言を父は聞いています。ご存知のように日本は、1935年から45年までの約10年間アジアを占領 していたわけなんですね。それがその頃からやはりそういうことをやはり報告するのに、まあ、移住者の会でももちろん毎月の会報を父は書き始めて、その編集、そして床に入って、この昔風に、その頃まだコンピューターがなかったから手書きだったりとか、そしてもう床に這いつばって、こう、カッターと糊で、こう、会報を作ってるの、私もまだ若い時によくそんな父の姿を思い出しますけども、そういったプラットフォームで、解放、そしてゆくゆくその月報のブルテンですね、日本語でも英語でも父はいろいろと人権問題に関することで、カナダに問わず、また海外で例えばこういう会議に参加した時の報告などを父も熱心に書いています、書き続けました。でもう一つ、これも非常に偶然なんですけれども、本当に数年前に父と座って話を聞いてるときに、学生のときにこの家永さん教授に父は出会っているんですね。そのこと知らなかったんですけれども、家永さんは30年間、日本の政府に対して教科書裁判で最高裁判所まで訴えてます。で、
教員教授であったところの家永さんに父が昔出会ってるわけなんですね、1950年代に。そしてこの教科書問題のことを聞いて、家永さんのことを聞きまして、父は、日本にこの最後の判決の時に、出向かっています。そして久しぶりに家永先生とも、再会することができたわけなんです。でその時の、まあ、30年にわたっていろいろと裁判において準備をする、まあ、このサポートチームですね、スタッフの方々とも面接しています、出会ってます。それからその後、バンクーバーと沖縄、日本全国でも活躍なさっています、岡典松里子さんとともに、父はバンクーバー苦情の会を立ち上げました。そして他に、他 の, そういうことに興味持っている、日本の憲法に対して非常に、関心を持っている方々と集まって、例会を常々行って続けていました。それからですね、ちょうど実は私もアメリカ生活が長かったんですけども、十数年、1997年にバンクーバーに戻って、子供を連れて戻ってきた時に、ちょうど父が初めて国際結婚の会というのを、精神科医で異文化適応専門の野田文孝先生と共に、そういう企画をしていたことを聞きながら、野田先生はよくほとんどうちに泊まっていくんですね。数ヶ月に一遍ほどお母さんとお父さんが料理したりして、松茸を料理したり。で、だから野田先生も、私はよく何度もちょうど両親の実家で出会っていることもきっかけで、で私も私はどっちみちね、私はもう母がカナダ人で父が日本人で、どっち向いても自分は国際結婚だから、で離婚して、バンクーバーに戻ってきたから、じゃあ国際結婚のことを私も少し自分で勉強したいし、じゃあ父のこういう心がもうお父さんもいろんな他のことやってるから、じゃあマリコがやるからっていう感じで、私もコミュニティ、日系のコミュニティとの活動も興味あったので、日本、新移住者の会とそれから JCCA が共同で企画していたこの国際結婚の会を5年ほどさせていただきました。大勢の方とも知り合い、とってもこの写真はロールプレイなんかをね、みんなで、ね、ミーティングをして脚本を作ったりとか、企画一緒にみんなで仲間で企画したりとかっていうので、ワークショップもとても楽しい思い出ばかりです。次、で、まあ、2002年頃に父はクイーンエリザベス女王のジュブリー勲章ですか、これを受け取りました。そして、アジアの、会議、これも前半ですね、関する、またこの時も慰安婦の方々が参加していますけれども、このアジア会議にも父は参加しています。そして、その報告、この時に確か田中さんも、あれ、ごめんなさい。ここには田中裕介さん。20年前の田中さんがいらっしゃいます。その頃からもね、いろいろお付き合いして、これは翻訳家である、山之内敦子さんも、まあ、私たち家族親しくしておりました。
それから、次は、ごめんなさい。そして、パウル祭ですね。パウル祭では、人権委員会のブースを必ず毎月出していたんですね。だからもう1990年くらいから。で、父はこのパネルを作るのが大好きで、もう家の、書斎にも、こういうマット、写真をプリントして、そして、字幕、ちょっとしたこのキャプションをタイプして。で、またこう、やっぱりこう、床にもう這いつくばってこう、カッターとか、ハサミとか、糊とかで、こういうパネルをもうとにかく夏、ちょうど私もよく夏は、実家に戻ることが多かったので、しょっちゅう父がそんなことやってて、パウル祭の準備をしてるんだな、っていうこと、毎年、8月、7月、思い出があって、それで私も時々手伝いに、パウル祭に出たりして、楽しい思い出させていただきました。ですね。ごめんなさい、ミキさん、時間はどうですか？そろそろですか？そうですね。はい。じゃあ、そろそろまとめますね。はい、もう一つ、父の仕事の一つとして、日系、人権委員会が、このバイリンガル日系カナダ人のための人権ガイド、英語と日本語のもの、出版しましたけども、ちょうど私もたまたまバンクーバーにいましたので、少し翻訳の仕事に関わって協力いたしました。で、まあ、人権委員会の方々、都市北川さんから、このいろいろ多くの写真をいただいていますが、いろんな人とのつながり、じわ楽しみ、これが母の、リアンヌ、ね。もうソーシャルワーカーとしては引退していましたが、大変先住民の、伝統領地のそういう問題に関して非常に協力的で、私たちの家ももう1990年頃から、まあ、ベーダンブラックファスト、先住民の方々がいろいろな問題でバンクーバーに上がって、田舎からバンクーバーに降りてくるときには、一緒に朝ごはんを食べたり、泊まっていったり、で、それを通して母は大勢、とっても素晴らしい友情関係をたくさん、得て、父も母も、今でも、先住民の方々との、つながりを非常に大切にしてまいりました。では、これが、先ほど紹介あった日系人の追放という本の日本語版は、1996年頃に、先ほどのインタビューですね。追放された日系人とのインタビュー。これを英語版にまとめるに非常にもう4、5年かかりました。これはなんか随分苦労してみたみたいで、もう出版社と、それから翻訳の方と、これはもう翻訳の方を頼んで、英語版を出版しましたが、無事に2012年に、出版祝いを無事に日系センターで行い、大勢の方々に来ていただきました。ここに妹のアリサですね。それから、もう一人の妹の、影と呼んでますけども、サウンドテクニシャンをして、そしてロイ・ミキ氏とも、この時に出てきていただき、もうずっと多分35年以上親しくしています。アジア関係のそういう専門のビクトリア大学のジョン・プライス氏も、この時お言葉をいただきました。そしてここにも皆さんご存知ってる方は、いらっしゃいますかと思いますけども、日系社会でも大変活躍してます柴田優子さん、そしてグレイス・トンプソンさん。ロイ・井上さん。ここ、後ろにジョンさん。そして、ロリン・オイカワですね。彼女は、日系カナダ人協会の会長ですね。ロイ・ミキ。で、この方は誰かな？ごめんなさい。名前わかりません。あとは、その頃ですね、ちょうど2012年頃に、父は、ゴーデン・ヒラバヤシ、先ほど田中さん紹介あったゴーデン・ヒラバヤシさんのヒューマン・ライツ、人権ライツの賞を受け取りました。
ここかな、ここに字が載ってますね。そして、母、そして、そして、Honoring Our People。これは2016年に、出版された本も、2009年に集めた、日系収容所経験された方々の、お話をまとめた本なんですね。で、これの出版祝いの時にも、父もいろいろと、他の方々と一緒に編集に関わり、出版祝いですね、集まりました。で、これは、ボランティアのディナーだそうで、これは2017年ですね。この頃からね、父もだいぶもう、あまり、そういう委員会にも、出不精になってきまして、年取って。で、47年間、バンクーバーの生活、カナダ生活を経た、日本英語で書いた記事の59の記事を集めて、本を出版して、無事に、2020年の11月に出版されて、出版祝いをズームでね、行うことができ、その裏表紙には、世界の宝は日本国憲法の第9条という、このメッセージを、入れました。去年、安らかに他界しましたが、これで上父の紹介を終わらせていただきます。長くなりましたけど、ご清聴ありがとうございます。ありがとうございました、マリコさん。素晴らしいお話を本当にありがとうございました。多大な貢献をね、お父様がされて、マリコさんも手伝われてたってことで、本当に素晴らしいなと思いました。ユースケさんの話からも、なんか人権のその意識っていうのが高まって、それで、リドレスに向かっていくんですけども、それがこう2派に分かれてしまったっていうような話もすごく興味がありましたし、マリコさんのお父さんがこうずっとこうやられていたことで、また、こう、つながりっていうんですか、日系人同士のつながりが、こう、深まって、それでそのリドレスが終わると、今度は国際結婚とか、またその人権の中でもトピックがだんだん変わっていくみたいな、そういう様、移り変わりの様も見れて、本当に、素晴らしいお話だなと思いました。それでは皆さん、何か質問ございませんでしょうか。直接もお話、していただいてもいいと思いますので、挙手されて、ください。どうぞ、何でも。はい。田中さんにも。一つ、コメントが入ってます。読ませていただきます。田村忠文さんから、興味深いお話をありがとうございました。日系社会の変化についてお伺いいたします。リドレスの達成があった当時の日系社会と今の日系社会、マリコさんからご覧になってどんな変化がありますでしょうか。感じられることを教えていただければ幸いです。申し訳ないんですけれども、私は、実は家庭を中しまして、カルチャーショックで私もちょっと病を患ったんですけども、で、なんかポーンとアメリカ生活が16年だったんで、帰ってきて、1990年代から、父と母と5年ぐらいバンクーバー生活があり、その時はその頃のことをよく覚えてるんですけども、その頃から感じていたのは、一つ人権委員会で、みんなで企画したものに、その当時の総領事館がこう暴力振るったっていう事件があったんですね。1998年頃。で、それがきっかけで、私たちの会議、人権委員会 の会議で、じゃあ、やっぱり日本人は、家庭内暴力とかそういうことに対しての意識があまり薄いようだということで、ぜひ、学生として来られてる方、仕事で、企業で来られてる方、およびに、新しく移住してきた方々を対象に日本語で家庭内暴力についての、ワークショップをやろうということで、行いました。で、その時もやはり、
日本人の私の子供の時もそうですけども、やっぱり人権とか多様文化性、こういうことのが普通学校でも教わらないですよね。で、小学校の教科書にもアイヌ民族のことがこのくらいのちっちゃな写真がポコッと入ってるぐらいで、まあ2、3行ですよね。で、そういうのを今思うとショックですね。それから、これは実体験なんですけども、私が20歳ぐらいですから、まあ1980年頃なんですけども、バスに乗っていた時、UBC に行く途中のバスに乗っていた時に、乗りました時に、日本の中学生が乗ってたんです。多分20人ぐらい。で、もちろん先生も一緒におっしゃったんですけど、で、あっと思って、で、バスに乗ってましたら、黒人の方がバスに乗りました。そうしたら、若い、その学生たちが、なんだあれ、黒人だっていうふうに、もうみんなで、そういう発言をしてたんですね、バスの中で。で、私は日本人に見えないから、昔からもちろん、まあ、差別少し受けてますけど、もうじっとこう、ね、こう、見つめられたりとか、あるんですけども、私もだからそれのせいか、やっぱり自分が敏感だったのかもしれませんけれども、どうなっちゃったんですね、私。あなたたち何を持ってるの？人間はみんな人間でしょ？そんなような対応したら恥ずかしくないの？もう日本人として恥ずかしいでしょ？もう大声で言ってやったんですよね、日本語で。そしたらなんかみんなキョトーンとしちゃって、突然なんかね、全然日本人に見えない人突然日本語でなんかに叱られてみたいな感じ。でもその時やっぱりムラムラムラっと感じたのは、やっぱり、これは子供たちのせいでもないんですよね。日本の社会が、もう本当単一民族ですから、まだ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 、こう、国際化、そして多様文化に関することに、そのやっぱりほら、教育のレベルでもやっぱり教育、者の教育のレベルがありますよね。そこを辿っていくと、やはりまだ考え方が古いというか、まだ帝国主義からちょっと抜けて、なんとなくまだやっぱりその、英語で言いますとコロニアル thinking。ですから、昔はね、こうムカムカとしましたけども、なんか気の毒だなっていうのが私の気持ちで、今でもやはり、例えば数年前にやっぱ日系人のメンバーと、それから、新移住者で、例えば、日本語学校とかで子供たちを連れてくる方たちが、先住民のことに関して非常に抵抗とか、違和感。そういうのはちょっと摩擦っていうこともあったんですね。ですから、まあ、多少は、そういう精神衛生、メンタルヘルスのこともそうですけども、人権問題、子供の権利、それから私は友達、いとこも含めて、男性の父親にはほとんど権利がないんですよね。例えば、離婚しますと、別れますと、奥さんが、自分の両親の実家に戻って、子供を持ってっちゃうんですよね。で、お父さんも、会う権利が得られない。これも実際に私が、実際自分のいとこと、それから、同じ、学校教師していた、知り合いの話を聞いてて。もう、だからこれはやっぱり日本のそういう、日本社会での中のそういう、なんていうのかしら、意識ですね。これ仕方がないって言っては、ちょっと、悲しいんですけれども、まだまだこれからの、発展の余地が、さんありますね。ですから、カナダからでも少しずつ刺激して、そして、こちらに来られる日系、日本人、日本から来られた方、そういう方たちの、に、やっぱり、徐々に、こういうことを知っていただく。で、人権委員会で、実はセクハラのワークショップも日本語で行いました。これも初めてです。1999年に、バンクーバーで日本語で、セクシャルハラスメントについてのワークショップ、それから、家庭内病、両方全く初めてだったそうです。それ以来、果たして日系社会でそういうことが行っているか、私もその後はもう先住民の伝統領地、もう20年ぐらいそちらに留まってしまっているので、バンクーバーが疎遠になってしまってて申し訳ありません。だからバンクーバーについてはあまり、
ね、言えないんですけども、まあ、全体を見ますと、やはり、精神衛生面で私も分裂病のいとこがいました。非常にかわいそうな現状でした。日本でのそういう精神病に対する扱いも、もう、悲惨でしたね。悲しいです。そういうことを思うと。ですから、そういう意味で、ね、果たしてこれから、まあ、ある程度は、少しずつ、日系人の中でも、精神科医の方々とか、カウンセラーの方だとか、それから人権のことをやはり、唱えていろいろ活動している方も、そして地域のね、マルティカルチャル、カルソサエティだとか、サクセスだとか、そういうところでも、少しずつ少しずつ、そういう意識を高めるような活動が続けるといいと思いますが、もう一つ、ちょっと私が気になることは、日本人の移住者は、あまり他のアジア系、インド系、それからヨーロッパ系の移住者とは、あまり関わりがないような印象を受けます。私の、彼氏が今、フラグホローネイバーフードハウスっていうところで、理事をしてますけれども、日本語のワーカーがいないんですよね。で、それは、で、彼曰く、あ、日本人はなんか日本人同士となんか固まってるみたいだよっていうような感じで、こう、言いこなす、こう、言ってましたけれども、あまりやっぱりこれはま、やっぱり戦時中の、ね、昔の戦争の歴史も、絡んでいるのかもしれない。私も日本で子供時代に、私がすごく慕っていたおばあさんが、南京人は、脂っこくて、汚いとかね。そう、平気でそういうことを言ってて、私驚いちゃったんですね。でもそういう意識がなんかこう浸透していて、簡単には抜けられません。で、この間もちょっと私の、会合で話しましたけども、日本人の夫と結婚していた時も、いや、うちの子供たちはメキシコ人が通うような、そんな、公立の学校には行かせない。こういうような言葉を平気で、話すわけですね。ですから、まあ、果たして答えになりましたかどうか、長くなって申し訳ありません。少しは参考になりましたでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またライブとお会いしましょう。